スパパおもちくん、シカちゃん、アッコちゃん、動いてる動いてるよ。今日はね、今日もあえてハッピーね。お、なんかオレンジのペンだ、飛んできた、ありがとう。今日もあえてハッピーね、ハッピーでした。今日来てくれた方ありがとう、ありがとう、寒い中ありがとう。みんなと、なんかそう、寒いとさ、なぜかすぐ鼻赤くなの、なんで。ここだけ血流がすごいいいのかなわ、雪だ、雪降ってきた。誰、ありがとう。プリマさあ、ヤギわーい、ジュリちゃん365日おめでとう。お祝いしてたね、ケーキ買って。わーい、まーちゃん、お知らせ、お知らせ何しようかな。次のバンザイジャパンのライブは16日白金高菜セレネビーツライブです。ちょっと開くね、14、15開くね。白金高菜はささが出るよ。大抵も出た、トップバッターだった。16時5分からだっけ、5分からのはず。トップバッター頑張ります。9人フル出演かな、でライブ。ささちゃん、あがつま、善逸、善逸だまーちゃんおはよう、まーきちゃん、あ、まーきちゃん今日手振ってくれたね、こんばんは。風邪ひかなかったかい、まだまだ現段階では引いてないかな。ペンラありがとう。なちくんおかえり、初見、え、初見なんだねこのルーム、意外、ありがとう、ただいま。のどちゃん、さちゃんだよ。 RS こんばんざい、マインドドーム。 RS が雪くれてたのか、雪降らせてくれてありがとう。雪好きだから嬉しい、雪国の人だから。あと笑顔タイム、ギョチェキありがとう、久々だったね。覚えてる、さちゃん久しぶり見れ、確かに久しぶり見れてる。まきちゃん寒いね、ヤギ、あ、ハートくれた、佐川にハートくれてもありがとうじゃあこのハートはジュリちゃんに渡しておこう。クリちゃんこんばんざーい、クリちゃんもう年内会えない、来年か。さひ、さーちゃんさん今日も大好きでした、見たアーカイブ、見た見た見た、明日も好きでいて、明日もっと好きでいて。ラプター空の色だったかな、レッスンもらえてよかった。そう、空の色、てて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 、て今日もドンビーアフレード係でした。まあわっしょーい、わっしょーい、今日みんなでわっしょいしたね一緒にしてくれた人ありがとう。まきちゃん16日お、白金高菜これそう、まきちゃんのびーな3日間ありがとう、本当に楽しい3日間でございました。すごいスペシャルな3日間だったね、いろいろありがとう、とてもとても。けんさんこんばんは、こまちゃんと丸かぶり配信だったね。そう、始めるときにこまちゃんの配信通知来た、こまフォローしてるから。フリーキチこんばんざーい、山口さんおつ、豊沢フロおつおつ、そういえばフリーキチもさ山口来てくれたよね、ありがとう。だケーキ、今月はケーキいっぱい食べれるって言ったのに本人ケーキ買ってくるの、うわダメじゃん今日何も食べてないのかな、ケーキ、ジュリちゃんケーキいっぱい食べれるんだじゃあ3月はうちもケーキいっぱい食べよう。まっさんこんばんざーい、ありがとう。まきちゃんさっき家に着いた、あ、一生おそろ、ラプタン久々でしたね、よかったこれで、久々に、最近すごい忙しそうやったから会えてよかった。まだアフロダイナマイト見れてない
はよたどり着いて3曲目だからだいぶ止めてたね結構前にアーカイブ見るってツイート見た気がするガシャガシャガシャマッサン豊洲ピットアフロダイナマイトお披露目だしセトリツヨツヨだしツヨツヨだった割と新しめの曲多かったね全部バンザイファイターが一番シネマグラフバンザイファイターアフロダイナマイト空の夜だからみんな新しい曲だったシカちゃん諸事情により1月の東京行きやったー決定諸事情何1月も会えるいっぱいあるうんなちくん音楽ではよく見てるけどここでは笹川ルーム初なんだねそう自分も音楽で名前見てるから初だと思わなかったよろしゅうなちくんえなちくんはかなとゆうみともち推しなのかなすずき氏あお知らせお知らせどうしようかなワンマンのお知らせしよう次山口ツアーを終えて次は1月30日に名古屋ワンマンライブです日曜日そして3月20日日曜日これも東京の神田明神ホールでワンマンですイエーイ皆さんぜひ予定開けといてくださいよろしくお願いします日本満喫ツアーズうん、プリマ今日のアーカイブこの後見ます見てコーガス YouTube でね今日のアーカイブ見れるんで全部見れる竹木ハート送っちゃおうポポ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 ポあテルジン食べられちゃいましたねテルジン食べられちゃったので今日もジュリちゃんには届きませんでしたおいしいおいしいってゆずパパ今日真ん中にいたのえ見えた見えた見えたよ今日ねすごいいつも結構さ奥の方ってなんか暗かったりすることが多いんだけど今日すごいもうみんな顔見えたしっかりささがおじさんに対してはねセンサーが働くからねどこにいるかね分かっちゃったなまきちゃんさっさんかわいいまきちゃんありがとうきっさんこんばんざいあダイナマイダイナマイダイナマイ聞いてくださったみんな聞いてくれたえこれまだ聞いてないネタバレしないでっていう人いるかな大丈夫かなアフロダイナマイトまあワクワクして見てたらワッシュパターンだったからそうどうしよう変えようかなって悩んだけどね今日はねスタンダードワッシュにしたまあさん今日はセンスデビューでああそっかこの前サインしたやつだドンビーアフレードセンスきちゃありがとうドンビーアフレード今日のドンビーアフレードどうだったかなあわ久々だった気がするありがとう来てくれてねなんか久々に会えた感じあ雪降らしてくれた雪だやったありがとうおもい男今日魂かけて来てくれたんだよねうちも魂かけてライブした馬が黒門こんばんざーい新曲いい曲だったテテル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 テテルテルテテ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 準備はさいいですかテンション上がるニュースなの
ゴリゴリさんのサンキュー。堀池山口ライブもだけど藤崎家の絆ねえ、本当に藤崎家家族の絆がすごい強い。あ、ラーメン食べた？一休、一休な結構いろんな人食べてたね、全部美味しかった。餃子も好きな味だった。すごい良平かわいいって。ありがとう。でも今日朝起きた時本当にむくみやばくて、多分昨日ラーメン汁まで全部飲み干した影響かなって。ラーメン食べて餃子食べてチャーハン食べて食べちゃったから塩分でねむくんでたから。本当はめっちゃむくむとやばい、顔全然違う人になる。でもライブまでに元に戻ったのでよかったです。よっちこんばんさーい。あ、ジェンガーさんも来てくれてる。ジェンガー、はじめましてしてくれてありがとう、ようやく会えた。今日メルマルさんも同じライブ出てたからね、見れなかったけどちょっと生ではアーカイブで見よう。いいイベントでした。こんな日が続くなら死んだ方がマシだ。歌っちゃう。まあさっき、え、全然大丈夫じゃない人シリーズ思い出してて、さっき私も思い出したから言っとく。ちょいちょい思い出してるんだけどね、すぐ出てこない。なんだっけ、全然大丈夫じゃない人。え、なんだっけ、絶対考えたらね出てくるんだけどね。全然、あ、なんだっけ、なんか待って出てこない。出てきそうで出てこない。思い出したら今度マオにやってあげるね、全然大丈夫じゃない人シリーズ。ちょっともっと見つけたいなシリーズか。なちくんサブアカ、なちくんサブアカだったのか、ん、本アカがどれ、ん、鈴木氏3月20日、3月20日いる鈴木氏、みんなおいでね。ちょうど日曜日が休みなので、おー振り吉、そうなんかね今のところめっちゃあれだからね、日曜日日本満喫は。たかしこんばーん、アバハートもくれてた。ありがとう。たかしこんばんは。たくやぎテルジ食べた、テルジ美味しくいただきました。余ったハートはテルジが美味しくいただきました。りょうへい今日は俺の名刺ではなくデカビタ C を飲んでます。あ、ちょっと違うんだね。デカビタスタガもたまに飲む。フリキチトヨスピット最高にいい会場だった。あれは盛り上がる。いつもさモノレール、モノレール乗りたいと思いつつ節約のために乗らない。モノレール大好きだから。なちくん昔はとある人、あれかな、かなだよね、だよね。フリキチ今日も問い合わせたライブ動画見返して、お振り付けそう覚えて、多分ね一緒に踊りやすいと思うから。サビは右腕上げて手はこうキュッキュッキュッ、令和のアフロがご機嫌に踊り散らかしてゆく、ふう、こんな感じ。あそこ好き、じゃれ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 チャレンジでしょ、めっちゃシュールなやつ。もうフリーでめっちゃ面白かった。135日
まさにキヨのドンビアフレドも、あ、よかった。もうね、めいちゃんもね、そこ褒めてくれててね、うん、佐川のドンビアフレド好きだよって言ってくれる。プリマ、さちゃん6周年の時期、え、早い。あ、でもまあそれぐらいか、6周年、12月6日だったから、やったー、ありがとう。デジシャメ頭、もうちょっと待って、ミミ久々だ。マキちゃんライブ見てる時、え、今日ね、会場中がずっと寒かったらしいね、本当にみんな、いや、あったまって、今日来てくれてた人、まあ、さ、山口の写真ありがとうね。ドラマ甲子園ワンマンラスト曲も、あ、グレートフルアイドルライフ、可愛かったー、ほんと。ワンマンライブの写真はね、きっとここの 目のところがちょっと怪我して、ワンマンの時ちょっと腫れてた。今ちょっとアイシャドウでごまかされてる。ここ大江戸パレードのイントロのタタタタってここで自分の目センスでガッてやっちゃって、多分普段いつも使ってるやつならなんてことないんだと思うけど、ワンマン綺麗なセンスでやるために新しいセンスをたくさん出してくれたらしくて、新しい出したばっかりのセンスってなんかめっちゃ硬いんですよ。硬くて殺傷能力が高すぎて自分でまぶためっちゃガーってやっちゃった。自業自得ですね。だからワンマンの時の写真、ちょっとなんか殴られた目みたいに、ちょっとなんかこうなってた。ひなた、さーちゃん、ひなた、あ、おめでとうのひなただ。もう今日直接言えてよかった。おかげで笹川が一方的におめでとうって言って終わってたけど、ありがとう、来てくれて、奥でしっかり見てくれてたの見えた。ダイ、こんばん、こんばん、ダイ。あこちゃん、今日みんな歌いにくそうだった。さっちゃんの声結構安定してた。え、Y 逆に歌いやすかったんだよね、すごい。なんだろう、サガすごい歌いやすかった。自分の声しっかり聞こえたし、返し声質がなんか一致したのかな。サガ氏、指名手配犯はむくんでるむくんでる、いい、そんなことないけどイメージなんか本当にやばいんですよ、自分の起きてむくんでる時の顔、やばい、もう完全に一重になるし、目がやばい、顔全体が変わる。ミミ、早く会ってみたいね、見たいね。ん、ミミってどこ住みだっけ。ヤホミミ、シカちゃん、移動前に有給取れれば1月上旬か中旬、はあ、上旬か中旬、きっといっぱいライブあるはず。ちょっとまた1月の予定出さなきゃ。あ、そう、さっきさ、ツイッターに書いたんだけど、ちょっとね、佐賀、平日の昼間とかちょっと出づらくなるかもしんないけど、うん、みんな会いに来れる時に、みんなと予定合致するといいな。ちょっとまだね、どこがどうなるかわかんないんだけど、でも基本平日の夜がいます。いると思います。きっと。他のお仕事の関係で。よろしくね。ちょっと全ライブは出れないかもしれないけど。うん。まあ、さっきナポから電話、あら、電話したの、詳細な感想聞いたナポといっぱいチェキ取ったよ、かわいいかわいい言ってた。さっきね、メッセージも送ってくれた。
ナポちゃん、ナポちゃん今いないの？シカちゃん、メルマルさんとイバナさんよく話に聞くから、あ、そう、もうパフォーマンス最強、サガも大好きな二組さん見てほしかった、よかった、超かっけえ。パパ3月20日3連休の、あ、3連休真ん中なのか、うーん、確か、ああそうだ、ルミナ名乗ってます、今日ライブ後の通にリップを送りました、わあありがとう、ちょっとまた後でみんなにリップ返したりとかできるかな、ちょっとしに行きたい、まあそんな時間考えてくれなくていいのあこれ絶対大丈夫じゃない人だこれプーパンと配信を聞きしてておもろいプーパンと配信ジャンボおしゃしゃアフロダイナマイトよかった、なんか書いてくれてた、あやねちゃんだ、こんばんざーい、あやねちゃん、あやねちゃん可愛かった、ようやく山口で見れた、あのゆうみ、ゆうみしっかり見たありがとう、しんごちゃん初見です、初見じゃないけどこんばん、なちくん来年の名古屋もしかしたら、あら、え、いるの1月30日、あこちゃんアフロダイナマイトのサビの人、そう本当にそれ、本当にこんな感じ、あこちゃんがよくリプでつけてくれる文字、はい、いきます、なぜ芋って、え、なんかそう、もともと、あ、芋、芋かなもん推しなんだなって、なんか お名前見てたから、なちくんそのイメージやった、あれでもさ一回名古屋来てくれてたよね確か、名古屋のあそこの地下の地下で特典会してた時お名前見た聞いた気がする、まこちゃんこんばんは、なちくん新品のセンス、そう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 硬いんだよあれ、全然開かん、こうやって開か、何回か開かんと、あやちゃんウエドパレードで最後の最後センスキャッチしたセサさんかっこよくて、嘘ありがとう、でもねオイドパレード落としちゃったんだよねセンスそう一回最後落としちゃったでも嬉しい、あれね、かっこよくキャッチできればかっこいいんだけど、なんか照明がちょっと見づらくて落としちゃったマキちゃん名古屋ママ、おお、マキちゃんも名古屋来てくれる、ゴー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 、ありがとう、エズパパ暑がりの僕が寒いと思ったから、そうだよね本当に、笹川今日めちゃめちゃ薄着で出ちゃってるし、めっちゃ失敗したと思った、やばむくみシールド、むくみシールドしてほしい、シールドしたい、プニシールド、ブヨブヨシールドだ、ひな、うん、ありがとうって言ってたら終わっちゃったけど、とってもウレの幸ウレの幸でいいのかなこれ海の幸みたいだったわ、よかった、このポーズね覚えた、なんだっけ、指しわしわポーズあこちゃん、さちゃんの声だけ返しの相性良かったのかな、返しの相性、え、でもなんかそう、そういう時結構ある、みんなが結構歌いづらいって言ってた時、そうかなって思うこと結構あるし、なんか違うのかも、
お仕事、そう、なんかちょいちょいしてたんだけど、また新たにお仕事をね、ちょっとね、だからちょっと全ライブは出れないかもしれないけど、頑張る。万歳ファイターだけ、お、見てきた。サヒはさっちゃんさんが好きだってことが分かった。さっちゃんでいいんだよ、ささで、さっちゃん、やっぱ鼻が出る、ティッシュ取りすぎた。パパ、それは仕方ないこといけるやつで、たくさん会ってくれる、会ってくれる。まあ社会人なのでと眠りに入らぬ。ナポー、社会人やってんな、しっかり頑張ってる、えらい。あやねちゃん、ありがとうございます。笹はイケメンでした。嬉しい、笹川様。イケメン、イケメンなれるかな、もっとお顔シャープにしたい、可愛かった。あのお揃いのさ、髪飾り見た、すごい、あれ手作りでしょ。なちくん、かなり前やけど、名古屋の栄にミニライブ、ミニライブの時、センスにサイン書いてくれてありがとう。ああ、サイン書いた書いた書いた、そう、来てくれたよね、名古屋。物販でやるからねと、配信でやるからね、お聞きしてる。あ、そういうことか、鼻に詰めた。全然大丈夫じゃない人シリーズ、なんか恥ずかしくなってきた。全然大丈夫じゃない人シリーズ、あ、今思いついたよ、また違うんだけど、まあ私は大丈夫なんだけど、私は全然気にしてないんだけどっていう、ま、前置きつける人。なちくん、来年の名古屋行け、やったー。花もん時はなちで通してるけど、なちくんがついた、2回目落としたの、そう、バッチリ落とした、見えなかった。まあさ、センスをパッて手首のスナップで開くのかっこいい。あー、あれね、ひだを1枚ずつ両手でかわいい。そう、結構勢いがいる。今日の音響さん、笹さん、あ、そういうことか、ありがとうございます。ケッケこんちゃす、ケッケ天口ありがとう。みんながあれがケッケさんって言ってた。特典会で、いや元気だよ、ケッケケッケ、今後は笹ねえと言います。あ、そう、なんかみんなね、笹さんとかね、ねえ笹ねえ呼ぶ人多い。姉さんなのかな、歳的に言ったら逆やけどね。え、なちくんいくつなん。でもさっさが大丈夫、492歳だから。みんなの姉さん、ひな、トライ、それが言いたかった、トライデント。あ、そっか、そのマークをこう表してるのか、これはライデント。だって全勝でしょ、君すごいかっけえ。試合見たかったな、見たかったな。なんか某 F さんのツイートの情報によると、試合の時に髪セットするようになったらしいじゃないですか。あ、鼻が、すいません、お鼻詰めてて。ポイ、昼出れないのは、まあ分かんない、出れる時もあるかもだけど、
まちまち。でもそうだね、今月だけじゃない。あ、とりあえず、イエーイ17日あれでしょ、イルミネーションデーと。渋谷キャストって行ったことないんだけど、めっちゃイルミネーション綺麗な感じだった。見たら、まあ偉いよな、置いてかれてるよ。今もめっちゃ仕事頑張ってるやんけ、功績残してるやん。あんた。あやねちゃん手作りです。全然喋れなかった。頑張って作ったけん褒めてもらえたの嬉しい。そうだよね。でもみんなであれすごいって言ってた。あれ手作りでしょって。あれ絶対大変そう。2色をこうやって2色2色か。栄の時客席の方で俺の隣。そうだったの？そうなんや。いつだろう。鼻鼻がちょっと冬はやばい、鼻炎。まあ入れすぎてニコニコしちゃった。他の人ができない。そう。まあ私は全然大丈夫なんだけど、ちょっとあれかなーって。大丈夫じゃない人シリーズ。なちくんはゆみつけてもらって、なちはかなもにつけてもらったので、じゃあ米は米笹は何つけようかな。なちな、な、なちなちなち。なっちゃんなっちゃん女の子みたい。ちゅうたろうこんばんざーい。ともさん、ささ娘です。俺の目の中にこじ入れて、マジでともさんの目の中に入ってん、ささが。あこちゃん、さちゃん赤ちゃんだよ。ちょ、半角カタカナは高音で読んじゃうから。さちゃん赤ちゃん。そう、年齢的に491か、まだ491なんだけど、ちょっと精神年齢はまだ全然赤さんですね。みんなより全然赤さんです。大人になれない。493なのか、かなり先輩。俺はどっかのついのリップで、おお、やった、教えてくれるんだ。ひな最終戦やし、みんな気合入ったし、それは許して。許した許したっていうか、おおって思った。最終戦な、あ、ブログ読んだよ。チームブログさらっと。しんがちゃん、平日出演少なくなると平日休みだよ。あ、そうだよね。逆にいつ来れる。そうなんだよ。でも仕方なかった。逆に、あ、どうなんだろうな、難しいよね。みんなとお会いしたいけど、いろんな仕事をしてる方がいる中、全員のスケジュールにね、合わせるのが難しいところがあれなんだけど、だから本当はできれば全ライブ出たい、うん、いつどこで誰が来てくれてもみんなに会えるように。だから平日もまあ、ちょこちょこは出れると思う。ちょっと予定が合致するか分かんないけど、もうみんなのスケジュール欲しい。いつ来れそうか。パパ、イルミネーションどうやって撮ろうかな。イルミネーション撮るのってさ、結構難しそうじゃない。どうなんやろ。まあ、あなたそんなこと言ってくれちゃって嬉しいじゃないの。おね出てきた。パパ、山口の写真やってるけど1日目いちいちイケメン。嘘、そうなん。1日目なんか顔うまくいってたかな。うまくいってたかも。
なんか CD かなんか、あ、音響さん、 PA さんに渡しに行ったのか。え、そん時いたの俺たちだよって言ってくれたら言わんか。プリマ491歳児、そう、まだね、全然みんなより、みんなより年上だけどバブバブしてる大人になれて。ちゃちゃん、赤ちゃんかい、ママこれ先生のことをママって言っちゃう、お母さんって言っちゃう現象だ学校でありがちな、お母さん、あ先生、まあ、イルミ見てきた、綺麗そう。あ、そう、雨だとね鍵閉め特典になっちゃうから、晴れ、晴れでありますように、晴れてくれ。17日、え、今んとこ17日来れるよっていう人、あ、16日の白金高輪来れる方もめっちゃ大歓迎待ってるよ。よー、あ、待って、ナチナチになったナチ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 にしてくれてるいいな、深夜テンションで書いたら翌日みんなから感動したって言われすぎたあるね、あるすごい、うん、真面目な性格が出ていましたネロこんばんざー、山口ありがとう。ネロ今日大丈夫、起きてられた、仕事。パパスケジュール送りますそう、意気揚々としてる。プリも毎月のシフト表、あ、ちょっと送ってもろって一旦ちょっと全員の希望に添えるかは分かりませんが、ちょっと一旦送ってもろってさあ今日も可愛い。今日はね、100均のコスメで割と作った顔ですパパとりあえず16日は同期と飲み会飲み会、じゃあ飲み会の前にライブね、 OK、 白金だかな、なちなち寝る時間が5時間もない、あら早起き、明日お宅のスケジュール把握し、川笹さん把握しちゃおうね、しまっちゃおうね、さすがにその時は声かけづらいよねだよね今自分のスケジュール頭の中でしか記録してないから、お、じゃあちょっと一回紙に書き出していただいて、しんごちゃん今週休とか決まってなくて、あー、そっかそっか、現場してたから、だから自然的に打てたたない、あれなんだね、結構急遽だったりするのかな。まあ私の中のお姉さんが出てきちゃった、やっぱ魔王の中にもいるんじゃん、お姉さん、今までなんで言わなかったの、内緒にしてたんだ。あこちゃん16も17もな、来てくれる、やったー、お布団、お布団が喜んだ、イエーイ、ありがとう。寝ろ、いつもより、あ、寝すぎた、睡眠大事、寝る子は育つ、寝ろもいっぱい大きくなれ。まあ今のところ両日やったー過去2回目じゃあ会えないから17は絶対お話しして、お話ししような、うん、そうだ、18はあれなんだ、配信だけなんだね。あ、シカちゃん両方行きます、やった3回目3回やったありがとうみんな、両方
かける3。寒い。お布団なくなると寒い。変な部活なくなってライブ行けるって思ったけど、店長のこの日空いてるに嘘つけなかったあれ。正直者。でもそんなところもいいと思う。正直なんだな。嘘がつけない。でもわかる、笹川もなんかそういう時嘘あんまつけない。なんかうまく嘘つけない。ゆずパパ飲み会の前は仕事です。給料減っちゃう、生きていけなくなっちゃう。水パパがなちなち休み以外は基本6時起き。あ、早めの人なんだね。まあでもそれぐらいか。インナーレンジャーだ、インナークス。まあミスってダブルブーキングするかもしれない、スリルの中で。いえいえ、生きるな生きるな、スリルの中で。安心安全な道を選べ。スケジュール帳使ってないの？で、笹川も使ってないけど。ナレンジャー、笹川ちゃんに会いたいぜ。12月30ライブある。あるある。アバ17、お、ひょっとしたら。やったー。片腕。こっちは16日で、こっちは17日の腕。これそう。17リリーブだよね。17があの渋谷のリリーブだよね。サミー、いっぱい笹尾さんいるといいな。あこちゃんオタク行けるともう飛ばしちゃって風。いいじゃん。いいよ、たくさん飛ばしてもろて。うん、寒い。エアコンつけてるけど寒い。プリマ今月中どっか、お、どこらへん来れるかな、いつ来れるかな。え、プリマいつ来れそうなのかな。まあお姉さんがいるのはなか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 ちょっと言いづらかったよね。素直に告白してくれてありがとう、勇気のいる告白。魔王の中のお姉さん。ナレンジャー、お、20キロぐらい痩せたん。え、そんな痩せるほどのあれあったん。え、今ガリガリじゃない。スーちゃんだ。ババンババンバンバンバビバビバビバン。これはこんばんざい。 GTR こんばんざい。ストームこんばんざい。ありがとう。なちなち、ほなね。ありがとう、来てくれて。なちなち解明してくれた。温まる、湯船浸かる。ありがとう。まあ使ってないな。大学の時は配られるやつは使ってみてたけど、書くだけ書いて確認すること。そうなんだよ、結構書いて満足しちゃう。わいはよくあのカレンダーのアプリのジョルテっていうの使ってる。うまいから。でも最近あんまり使ってない、たまにしか使ってない。しかちゃんリリーベって発売したら、あ、そう、基本店頭受け取るらしいんだけど郵送もできるらしい。しかちゃんお家ね遠くなっちゃうから郵送、まあ郵送の料金がかかっちゃうけど郵送のがいいかもね。もうできるらしい、どうやら。一緒にチェキ取ってくれるかい、取ってくれるのかい。取って、今完全
完全に感覚に任せてた。完全感覚ドリーマーじゃん、ワンオクロックの。スケジュール調整をそろそろやらなければ。さっちゃんに今年まだ会う。さっちゃん待ってる、さっちゃんここで待ってる。ちょっとまだまだ話さなきゃいけないことがいっぱいあるやん。岩ちゃん自己紹介タイム。え、何話す。バンザイジャパン新潟県の伝道師笹川笹です。寒いとすぐ鼻が赤くなります。鼻先がここが赤くなる。割と鼻炎なので冬は結構鼻ズルズルしてます。ご了承ください。ペリマ今企んでるの26。お、クリスマスイブじゃなくてなんて言うんだ、アフタークリスマス。26あれか、うん、室町三井ホール26日あった気がする。74から54キロ。おお、めっちゃダイエットしたね。何したん。ストーム、サッサン、寒い。暖房つけてるけど寒い。でも暖房の温度はあんまり高くしすぎないようにしてる。基本20とか。イルミネーション撮影会の前に山口の写真早く現像しないと1日目終わんない。いっぱい撮ったからね。まあ頑張れとしか言えないです。それ頑張れ。やっぱ餃子の擬人化みてえだな。餃子の擬人化はもうこう餃子の中身。え、でもこれは本当に餃子じゃない。ニラ餃子。また新しい遊び増えちゃった。餃子の皮とニラ。また新しい遊び覚えちゃった。ニラと肉、うん、スケジュール記録する癖つけたい。2022スケジュールね、記録、うん、記録はした方がいいぞ。人のこと言えないけど、うん、輸送できるらしい。でも店舗によるかな。168センチのになれんじゃん。話さなきゃいけないこといっぱいある。いっぱいある、うん、みんないっぱいある。でも大抵その時になると出てこない。なれんじゃカリカリ、笹がもっとカリカリならなきゃ。カリ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 。パパスケジュール清書するの面倒だから。あ、 Google カレンダー、 Google カレンダーあれ便利だよね。前の職場で使ってた。みんなの一度にバーって表示されるやつね。勝手にいろんな人のスケジュール確認してた。うにゃぎりのきつねさん、こんばんは。うにゃぎり、あ、間違えた。プリマ余韻とっくに底ついてる。あららら、らもういなくなっちゃった。このままだと合わない戦いするな。もう余韻。でも今日配信見れたから、動いてる配信見れたから余韻プラス1、ちょっとプラスされた。あば、はみ出るニラ、ニラたっぷり餃子だね。だいぶネギ3本。25日の、おー、
クリスマス、あれそれもアイドルライブジャパンだよね。イエーイ、一緒にクリスマス過ごそうぜ、イエーイ。現像してフォトブック作らないとね。フォトブック作ることに命をかけてるウィズパパ。フォトブック、それ笹川の分はいらないからね、自分で自分見ないから撮ってくれてありがとうだけど、ちょっと自分で自分の写真集見るのはちょっと気まずい。あらあら、ニラ出ちゃってるよ、ちゃんと包んで。はい、ちゃんと包まれた。包めてないじゃん。ニラ餃子。山口の芝生の写真、芝生の写真、芝生の写真、どれだろう、誰があげたやつだろう。面白かったです、みんな写真撮ってくれた、楽しかった。時矢公園めっちゃ広かった。え、ペリカンがいたのが一番すごい驚きだった。ペリカン、ペリカンめっちゃでかかった。ペリカン、あんなめっちゃ近くにいたら怖いなってなった。それで王将行きなさい、行きなさい。うっ、脳内に声が王将、餃子の王将ですか、大阪王将ですか。大阪王将行ったことないんだな。餃子の王将行ったことあるけど、あ、でも餃子は日高屋が美味しいから日高屋行ってくる。日高屋断られた、日高屋。毛布、毛布かぶって丸まって緑だけ出してシウマイもあり。毛布かぶって丸まって、こういうこと、これグリーンピースじゃん。シウマイなんなんこの遊びグリーンピース、人のスケジュールに勝手にスケジュール登録して、え、それはスケジュールメタメタになるやん。プリも1か、うん、1しかプラスされなかった。寒い。 Google カレンダー、職場の1個がそれだけど、めったに書け、全然書かない人とかいたけど。てんちゃんモーニー、今日はね餃子になってる、寒くて。冬は多分いっぱい餃子になると思う、大量生産。お肉にこんばんは。職場何個もあるみたいな誰も言うてない職場あれですよ、あの会社とさっちゃんの家事手伝い。さっちゃんにら見えてた、ちょっとにら収まりきらなかった、入れすぎて。あこちゃん、いいお返事ですね、はいちゃんと包んでって言われたから、はい、包めてないじゃんさっきから可愛くて、にちゃー出た、にちゃー、みんなにちゃにちゃしやがって。チン、しばさすさんの髪刺した、あー、はいはいはい、分かった分かった分かったなんだっけ、いっぱい取られたやつだ。誰が芝生やもうこの緑色の髪の毛何にでもなれる、すごい。あと自分と笹の分しか申し込みしないよ、笹側の分誰かにあげよう、前回予備できたのを配っただけ。笹さんが日高屋、日高屋行ったけど日高屋の餃子にはなれなかった、断られた。日高屋は厳しいらしい。さちゃん日高屋の餃子そう美味しい、日高屋いつ食べてもあそこの餃子美味しい。
みんな日高屋の餃子食べろ。え、でもこの前の山口の一休さんの餃子も美味しかった。好みの味付けしてた。せーちゃんグリーンピースサザーさんだ。グリーンピースなってもうた。グリーンピースもうちょっと鮮やかかな。明るい黄緑でがさ、ニラまんじゅうニラまんじゅう、ニラまんじゅうちょっと難しいな作るの。ニラまんじゅうってなんか至る所から緑出さないと難しいな。ちょっと皮から捨てないといけない気がする。でもシューマイと一緒になっちゃう。むずっ。宴会芸レパートリー宴会芸ちゃうのよ。じゃあそろそろあったかい。そうだ、お風呂入んないと。まず湯船沸かしてなかった。これからだ。スケジュールメタメタになるよ。今日休みって入れてたのに打ち合わせ入ってた。急に気づきませんでした。でどうしちゃうまあ家事手伝いかやって、週7よし、週7で家事手伝いしてくれる人できた。で365日よろしくね。ありがとう、これで何もやらなくて済む。じゃああと2週間ぐらいで、年末29になってしまうんですか。28の間にすべきこと28の間にすべきことは笹川さんに会うのと、美味しいご飯をいっぱい食べるの2つです。その2つができたらもう OK。 あと何かあったかな。28の間にスペースと、一日一膳かんだ。シューマイにグリーンピースが乗ってるのは数を数えやすくするためというのは本当ですかね。崎陽軒にちょっと電話して聞いてみてください。本当ですか。美味しいから彩りが豊かになるから。でも確かに数数えやすくなる、グリーンピースあるだけで。達也も泣いてない。泣いてないよ。泣いてるように見えた。目キラキラしてる。あこちゃん明日朝早くないか、大丈夫か。明日はまあまあまあうちの会社に負けない突き通し方嫌いじゃないやった。つまり好きだってことだね。スラックで律儀に連絡来たから今日休みなんだけど、で回避よし回避。スラック懐かしい。スラックも使ってた。ネロ今日もお疲れ様でした。ありがとう、今日も好きでいてくれて。おやすみ。緑が一つで一ささ、それはそうそれはそう。いつ先日、あ横になった。ほら笹川に合わないと画面横になっちゃうって。あこちゃんお風呂沸かして早めに寝ようね。わかった、はい。ねねね、横に反応しがち。今日もあえてサチーサチー、笹川もサチーだった。横さん誰？横さん違う人。横さんは私知らん。それは横山さんか横川さんか誰か。17日対戦よろしくお願いします。赤ちゃんいいお返事。はい、おやすみ、おやすみなさい。スラックと聞くと聞くと進捗思い出してうつにやばいやばいやばい。みんなその単語を出しちゃいけない。何も何も言ってない、何も聞いてないよ君は。
何も聞いてないからね。よしよし、おやすみ。よしよし、やばい、今度夢の話ちょっとね、内緒何この主人公感、主人公感出てるよ。いいよいいよみんな物語の主人公だから、みんなそれぞれの、うん。ちーちゃんお疲れ様、おやすみなさい。プリマありがとうございました。よかった、今日動画見れてありがとう。じゃあみんなおやすみ。おやすみ。イエイ。